はい、せい、しさ、こうきチャンネルでもね。いやー、ジェイさん、すごかった。まず、さて皆さん、はい、まず予想的中。どう、ジェイさん、すいません、井上拓磨ファンの皆様、申し訳ございません。堤、ワンチャンありました。ありました。ワンチャンどころじゃない試合になりました。そう、ワンサイドだったかもしれない。外れた後期がもう言った方がいいんじゃない。いや、これはもう外れた運に関係なしに、感動しました。もう外したとか別にどうでもいいです、まあ、ボクシング史に残る、日本ボクシング史に残る。いや、今年の年間、そうだね、年間ベストバウトいっちゃうかもね。さすがに名古屋には超えられないと思いますけど、匹敵するいいとこまでいくと思いますよ。井上尚弥が圧倒すぎたから、圧倒すぎるからベストバウトって意味ではこっちかもよ。そうですね。この試合の一言で言うと、うん、タクマは、うん、堤に飲み込まれちゃった試合でした。飲まれたね。強い弱いじゃないよね。堤の土俵に持ってかれて、そう、持ってかれた、完全に持ってかれました、うん、ドッグファイトにね、殴り合い、あのもう削り合いに。そう、1ラウンドはスタートね。そう、スタート立ち上がりね、立ち上がり良かったね。立ち上がりもお互いすごい良かったと思います。タクマなんか落ち着いててさ、すごい落ち着いてた、うん、で、堤は堤ですごい、あの走り込みを相当したんですよね、うん、ね、足使って俊敏だったね。すごくは拓磨の周りを、うん、左側に回りながら、だ今思うとあの時からやりたいこと見えてたんだね。そう、うん、この堤がね入ってきた時にしっかり合わせてた感じ。やってた、最初アッパーとフックね。そう、前世で左フックもめっちゃ狙った、左フックとアッパーあったよね。しかし確実に戦略は、しかし堤は一切めげずに、まあまあ2ラウンドいきましょう、はい、まあ、そう、まあ、今の1ラウンドは、まあ、安定して始まりました、うん、やっぱり1ラウンドは拓磨の10対9でしたね。うまかったね。やっぱ的確にクリーンヒットを当てていただきます、うん、で2ラウンド、うん、これ難しい、ちょっと分かんなくなった、イーブンだったんだけど、ギリギリ堤が取ったかなっていう、この攻撃の手数が増えてきたよね。いや、手数すごかった、圧倒的に、うん、アッパーとフックあったけど、そう、うん、止まらない雰囲気を醸し出してきてたよね。そう、うん、で、まあ続く3ラウンド、まあ結構この辺はそんなに動くこともなく、なく拓磨のそう安定した皮しっかりやってたよね、拓磨、ね、そうですね、あの良い所良い所でアッパーとフックを入れてクリーンヒットを当ててたのは拓磨の方であったのが3ラウンド、うん、まあサクサクいきますけど4ラウンド、うん、まあイーブン、これも難しいラウンドでしたね。難しかったね。ツツミはよく攻めるんだけども、うん、やっぱりタクマうまくこの、そうだね、ボディーワークに変わして L 字ガードもね、あ、そうですね、まあ、ディフェンス力がすごい出てたね、うん、このディフェンス、お互いそんなにクリーンヒットもなく、うん、ただ手数もツツミはすごい、もう最初からめっちゃ出してる、うん、でも雰囲気まだタクマのままだ、そう、タクマのまま、うん、ままだった。で、まあだからイーブンなんだけど、4ラウンドは僕はギリギリ堤につけてます、うん、で、続く5ラウンド、うん、5ラウンドもこれやっぱり堤は手数を下げなかった、下げなかったね、すごいね、この辺からちょっとなんかおかしい手数出だしてたね。そうですね、もうその片鱗という、そう、ちょっとゾーンに入り始めてた気がします、うん、で、続く6ラウンド、うん、これもね、私は堤につけてます。はい、でも、もうこの辺から堤の手数、とにかくあと気持ちを見え出してるね、うんうん、いや、本当そう、出てるんだね。この時はまだ気づかなかったです。そうだね、エルジでやっぱ川島のうまいなと思っちゃってたもん、拓磨のこの時から堤はゾーンに入りかけてました、うん、入りかけてた、もはや体力持つのかな、これっていうような手数になってた。いや、本当そうですよね、うん、で、続く7ラウンド、はい、ここは多分、うん、井上サイドは、うん、多分このままじゃまずいと、うん、持ち直してた。なんでしかも堤もちょっと休憩か、ちょっと疲れたかって落ちたかと思ったの。ゾーンの一歩手前ですよね。ゾーンの一歩手前、入るの入んないのっていう。で、これが拓磨がちょっと出て、まあ、堤お互い休んでたんだけど、どっちかといえば拓磨の方が出てます、うん、しっかり取ってるから、このラウンド俺は拓磨につけてますね、10対9、はい、で、8ラウンド、うん、ここからちょっと動き出します。異常になってくるよ、ツツミンが。そう、異常になってくる、異常になってくる、めちゃくちゃ前に出てたんだけど、さらに圧力かけ始めた。そう、これはね、で、タクマが対応できそう、できなくなってなくなってきた。そう巻き込まれだした、巻き込まれだした、そう、そう、まあ、完全にもう受注にはまりだした、ちょっともらい出してきちゃった。そうね、まあ、顔が明らかに嫌がってました。嫌がってた。だからここで余裕がなくなってきた、ね、余裕がなくなってきた、うん、
あ、アオスカウンターも、うん、どこも心なしか力弱、はい、弱くて、うん、でこれタクマやばいんじゃないかと思って迎えた9ラウンド、うん、あ8ラウンドは堤につけてますけど、うん、まあ、9ラウンドはタクマこうやっぱりね、やっぱり世界王者の意地見せましたね、うん、よいしょよいしょでしっかりカウンター決めてた。堤が攻めるんだけども、うん、よいしょよいしょでクリーンヒットを当ててたのは、うん、タクマと見て8ラウンドは10対9でつけてます、はい、でここで試合が大きく動く10ラウンド、うん、これあれですよね、タクマ作戦変えてきましたよね。変えてきた。10ラウンドになってタクマが足使ったじゃないですか。そう、足使った。始まった瞬間足使い始めたんですよね。 あれはもう本当にあれちょっと、そうね判断ミスでしたね。そう、あれはでもタクマだったセコンだったか分かんないけど、あれで完全にちょっと一気にね、そう持ってかれる、持ってかれちゃった。ダウン、あれスリップみたいな、あの、うん、こうやってたじゃん、まあ、ちょっとあのロープダウン説明してあげて、多分その分かん、俺みたいな人は多分ねちょっと、あ、うん、そう、あのロープダウンのレフリーのうまさというか、だからあの10ラウンドのダウンは、うん、あれは完全なダウンです、うん、というの完全なんだ、あれは完全なダウンです、完全なダウンというのが、うん、普通に考えてみてください、うん、パンチで倒れたのはダウンなんですよ。そうだね。で堤が、タクマに当てた時、うんうん、まさにクリーンヒットして倒れてるの、うん、ただあれはタクマはロープがあったから倒れなかった、うん、そうね、持たれた状態で、これってロープがなかったら倒れてるよねっていう判断でダウン取るのは普通なんですよ、うん、はい、だからあれは完全なダウンです。まあ、でもアピールしてたよね、必死にね。そうですね、うん、倒れてねえよと。でもまあダウン、あれはあれは完全なダウンです、はい、あれアピールはタクマのテクニック、そうね、まあ、いや絶対やった方がいい、やった方がいいのはやった方がいい、それはそうだ、うん、でもあれは見事な堤のね、あのこの来た時の左をバンと、うん、あのスイッチみたいにこう打って、うん、見事にね真正面からガンと当たって完全なダウンでしたから。でもタクマがダウンするぐらいその時にはもうお互いかなり傷だらけで、そうもう、うん、もう10ラウンドもう堤なんてめちゃくちゃ手がもう、うん、なん5倍ぐらい手数出してた気がしますよ。 でも堤ももうねちょっとこっち切れてるし、ね、そうですね、危なかったですね。そうお互いも結構体的には、うん、でも言ってたらずっとこうねもうゾーン入っとる、そう、もうこの時から完全にゾーンに入ってます、うん、ほい。そして続く11ラウンドですよ、うん、これは堤はもう完全にゾーンに入ってましたから、入ってたね。そしてもうどこで止まんだと思ったらもうもはや逆に上がってきた、上がってきた、すごいよ。だって1ラウンドからすごいフルで手出してるようなもんですから、うん、だからちょっと休んだのは7ラウンドぐらいですよね、うん、そう7ラウンド、あれどっち行くのかなと思ったらギア上がった、ね、上がった、上がったね。あれは伝説になるパターン、相当練習してきたと思う、うん、そうだ、すごいよ。逆に井上拓磨さ上げられなかったの、いやもう完全に上がった上でやられた、いやあれああ上げられないまま持ってかれた、そうだね、持ってかれたね。ボクシング、自分のボクシングじゃなかったもん、ね、そう、人生ボクシングって流れ変えるのって難しいんですよ、うん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 、これもう具志堅会長からもずっと言われてて、うん、いいかボクシング相手のペースになると巻き返すのは本当に難しいよ、だから、うん、ペースをいかに取られないのか重要なんだぞっていうのに、なるほどなるほど、もうめちゃくちゃ聞いてたんで、うん、見てて、これタクマどんでんこれひっくり返すのは相当厳しいぞと思ってたら、その通りになっちゃう。だからあの打ち合いにちょっとずつ付き合っていったのがもう10ラウンドもう溜まりだしてね、そうですね、で足使って変えようとしたんだろうねきっと、はい、チェンジしようとしたんだ、あの足使って、それはあとで、はできなかったんだ、できなかった、もう、まあ、もうゾーン入っちゃったのね、堤がね、時すでに遅し、うん、そうだね、もう堤の土俵になっちゃった、なっちゃった、はい、11ラウンド、もう11ラウンド終わって、うん、もう11ラウンドも僕はもう堤につけてます、うん、まあ12ラウンドももういっちゃいます、うん、そうだね、堤につけてますけど、もう12ラウンドもでタクマ行くのかと思ったけど行けず、そう、てかむしろ俺行かせず、止められるか、もしかしたらダウンもらわれちゃうんじゃないかぐらい思いましたよ。堤手数減らなかった、減らなかった、最後一番多かったね、なんならもう 3倍ぐらい手数でいった、あれはね本当にすごいと思う、化け物だね、化け物になったよ堤は今日。何が化け物って、心が、ね、心が神風がね、だからもう本当に僕のライブの、うん、あれでも言ってましたけど、うん、技術が気持ちが技術を上回った試合、久々にね昭和のような、昭和だったね、だから本当いい試合の第5バリだよ、いや本当やっぱりハングリーさと似てるかもしれない、うん、負けない、もう負けた、ここじゃ負けらんねえ、そう負けらんねえ気持ちがグワ出てたね、その気持ちはタクマちょっと抜かれちゃったんですね、気持ち、そうだね、
ちょっと気持ちだよね。技術もだけど、うん、気持ちが完全に抜かれてる気がする、ね、抜かれてたね。堤のかけるもののが、うん、すごい大きく感じたね。やっぱり前回の試合からいろいろ考えて、うん、やっぱ心が強くなってたんでしょうね、うん、でも言ったじゃないですか、あの試合終わって俺はやっぱり弱いんじゃないか、自問自答して、そう、それがあったんだね。そう見えなかったもん、もう俺だから入場の時、あ、緊張してるなぐらい。そうそうそう、あれ違った、あれは違う、覚悟の顔だったんです。そう、本当に必死だったんだ、余裕なかったんだ、あいつは弱いと思ってたんだよ。そうですね、自分を、うん、だから覚悟を決めてた顔、うん、俺は俺に負けないんだっていう気持ちがあったのかもしれない、うん、しかもアマチュアで1回負けた、そう、そうですね、うん、最強の最強のライバルとすらしてもらえなかった井上兄弟、そう拓磨に今日完、もうこれ何、完封、完封だよ、これは完封ですよ、完封だね、ぶっちゃけ、うん、だってもう土俵持ってかれちゃって負けたらで KO も取られてしっかり負けちゃったよね。最後のもう井上拓磨のさ、もうお父さんのさ、うん、井上の顔 見れなかったもん、ね、見れなかったです、うん、ちょっとだから拓磨ももうぶっちゃけ気持ち折れてた顔してましたもん。してたね、正直言いますけど、うんうん、12ラウンド前ね、結構あの顔死んでたよね、うん、ちょっとね、めっちゃしんどそうだった、悲壮感あったよね。いや最後であれで出てきたら気持ち折れてなかったけど、やっぱ出てこれなかったってことはやっぱちょっと、ま、自分の中で少し悟っちゃってたんだ。いやそう、絶対そうです、うん、あこれやばいぞじゃなくて、これはもうボクサーなら分かる。いやめっちゃ分かります、分かる、うん、スパーリングでよくそういう経験はあったんですけど、俺新一はなったことなかったんで。でも KO 取られて相手の土俵でラスト12ラウンドきついよね。いやきつい、それでも打ち合わなきゃいけない、うん、ダメージは溜まってさ、足もフラフラにちょっとなってたじゃん、なってましたよ、スリップも増えてたし、うん、だから堤は試合前から言ってたんですか、うん、俺にはもう行くことしかないと。そうだね、あいつはまっすぐな男っすよ、行き切った、行き切った、1ラウンドから12ラウンドでフルで行ったと言ってもいいでしょ、行き切った、俺はもうその気持ちにあっぱれですよ、あっぱれ。だから予想外れたけど感動したと、うん、俺の予想なんてもうどうでもいいすごくいい試合YouTube 的には一応、YouTube 的には一応あの予想、あのうわ予想外して悔しい悔しいって今のこれサムネだねそれサムネそれサムネいやでも本当、でもジェイさん一緒にめっちゃ感動しましたよね、した、もうボクシング大好きジェイさんもね、もうずっと言ってる。でもここまでの圧倒するワンチャンだとは思ってなかった、もうちょっと一発二発の、はい、なんか入っちゃってっていうようなワンチャンだったら、ここまで井上拓磨の本当気持ちを折るぐらいの圧倒の勝ち方ちゃんとしたっていうのはやっぱりちょっとあのこれからが楽しみだよね。いや本当っすよ、次の堤が、ただジェイさんが、うん、いやもしかしたら堤のワンパンでコロッといっちゃうっていうのもドンピシャであってるんですよ。まあね、コロッといっちゃってるんですよ、うん、まあ今回ジェイさんすごいっすよ、マジで。俺は悔しいけど、ちょっと世界チャンピオンにお褒めいただきました、皆さん悔しいけど J です。いやでも本当すごい、だからこれからのまたバンダム系がまた今大きく動いたんで、動いた、ね、チャンピオンが入れ替わったんです、動いたね。これはもう明日の中谷も武井もみんなが食らっとるよ、今みんなが対策を立て直してる、みんな戦略チェンジ、あれ拓磨来ない、俺また面白くなってきますよ、うん、筒に来た、筒に来た、しかもあの泥試合、そうあれに巻き込まれないことをみんな対策だから、中谷とかだからすげえ距離取るかも。いやだから井上拓磨ってめっちゃ強いんですよ、うん、だってあのアンカースさえさ、ね、アンカースでさえもショートで倒してるんですよ、うん、それを堤はさせなくて自分のペースに持ってったんだから、うん、これは脅威ですよ、ね、他のチャンピオンに。堤も言ってたもんね、あの年代で一番劣等感があるのが僕で、はい、一番強いのが井上拓磨、そいつをこのいじめられっ子がいじめっ子を倒したぐらいの、伸びたがジャイアン倒した、はい、これは伸びたがジャイアン倒しちゃった、これはもう中谷も武井もみんな戦略組み直しよ、うん、これちょっとまた俺見た目変わりましたよ、バンダム級に対して見る目変わりました、変わったね、めっちゃおもろくなって、すごいめっちゃおもろくなった、ちょっと堤時代を動かす人間になりましたね。だから明日の中谷の試合とかもめっちゃ楽しみだ。いや逆に楽しみです、ね、で天心がここになんか来んのかとかね、武井が持ち答えられる、切れんのか、いやちょっとわかんないぞ、うん、めっちゃおもろくなってきた、もう今日は本当に感動ありがとう。いや本当ですね、うん、感動ありがとう。いやジェイさん一緒に見れてよかったです、堤さんありがとうございます。堤マジおめでとう、うん、あ、そう、仲いいんでしょ、仲いいというか、まあ、つながりはある、うんうんうん、何回か飲んだぐらいで、そう、なんかちょっともしできたらね、
チャンネルにも、そうですね、一回お呼びいただけたら声かけてみましょうか。スミさん、よかったら出てください。ありがとうが言いたい。いや、だってそうね、俺ありがとう言いたい。いや、でも本当ね、2人ともお疲れ様でした。そしてこの日の興行ね、全部良かったと思うね。良かったね。ケンシロウも、ケンシロウちょっと強かったね。ロサレスはクリストファー・ロサレスはちょっとなんか全然ダメだったな。大悟の今日ね、そうだね、めっちゃ強かった、ダメだったね、ちょっとね。だけど、あの、一応今日の感想動画としては、うん、やっぱり忘れちゃいけない、カネロさん、今日はない、皆さんカネロ来たこと、カネロ、ね、これで、ね、きっとボクシングファンの方はもう分かってるでしょ。分かってない人には教えてあげなきゃいけないぐらいの大物が来た。いや、すごいっすよ ね。いや、あの、直哉とツーショット、井上直哉の後ろにカネロ、ね、ちょっとことも喋らない。お互い気づいてなかったっす。いやー、直哉は気づいたし、真後ろにカネロ。いやー、今日はカネロも気づいたし、本当に暑い日だった。ということでね、まあ、ちょっとこんなところで、じゃあ皆さんも、はい、あの、またね、ここから楽しんで、そうですね、まあ、日本の、日本って言ってもみんな世界チャンピオンですけど、バンナム級楽しみが、バンナム級前線がさらに突き進みましたから、あと2人がね、あの、大事ないことを、怪我がね、深刻じゃないことを祈って、そうですね、じゃあ堤はあの戦い方をずっと続けると、ちょっと体が心配ですよね。危ないよね、あの神風はね。そうですね、あ、やっぱパンチドランカーのちょっと重い方に行ってしまうかもしれない。可能性あると思います、うん、十分あると思います。なんかかかってるよね、念が。いや、ただまあ別に応援はそこは、ああ背中を押さないですけど、うん、怪我に関してはね。でも、あれは人、でもあのボクシングは熱かったよね、人を感動させます。神風だったね、神風だった、サムライボクシング。だから罪は、あいつは昭和の男だ。そうだ、昭和の男だ。カドリブの宝だ。カドリブの宝だ。でもね、カドリブの宝でした。引き続き、そうですね、後期チャンネルをね、はい、あの、こんな感じで、いや、まだまだ盛り上がって、そう、まだまだ盛り上げていきましょう、うん、今後ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次会う日まで、風邪くなよ。ブラザーフォーエモーションザプレゼンデイ俺のストリートデザーギビハーギビシェイスリートパーティーエビデイワンステイ。